ベネルクストレイン電気機関車ベルギー国鉄春11型客車オランダ高速鉄道アイクレ型ベネルクストレインはオランダのアムステルダム中央駅とベルギーのブリュッセル南駅間を結んでいるインターシティの別称両国の国境を接するローゼンダール駅とエセミ駅間の路線の電化が完了した1957年9月29日より 両国の鉄道事業者の共同事業として運行が開始された。ベネルクスと名付けられているのは、当初はルクセンブルクまで運行する計画があったためで、あるが、ベルギーとルクセンブルク間の軌道の勾配に対して、当時の電気機関車の途半性能が足りなかったため、計画は未完に終わっている。駅や車両での表示や、時刻表情は、単に、インターシティと、 表記されている上、両国の慣例に従い、インターシティであっても特別料金を徴収しない。また、座席指定も不可能である。電気機関車は主にベルギー国鉄のものを、客車はオランダ鉄道、またはオランダ高速鉄道の車両を用いていた。2009年にオランダとベルギーの間の高速新線が開業したことに合わせて、ベネルクストレインは、 同線経由のフィーラーに置き換えられた。しかし、同列車が2013年に V250 のトラブルにより運行を中止したことを受け、ブリュッセルとデンハーグを結ぶ列車が復活した。2014年内にブリュッセルとアムステルダムを直通する列車が再び設定される予定である。2007年3月以前はアントウェルペンベルヘム駅に停車していたが、現在は停車しない。 現在、アムステルダム中央駅とブリュッセル南駅間の所要時間は、特別料金を徴収するタリスが2時間42分、ベネルクストレインが2時間49分とほぼ同じである。ベネルクストレインでは、他のインターシティと違い、飲み物やスナック類の車内ワゴン販売が行われている。ありがとうございます。